みちゃん何してるの？ここに。なんかあるね。見慣れないもの。何かしらこれは。取り出す。なんか見慣れた箱があるわ。見慣れてないんだけど、ね、これ何かしら。いつもの私のおもちゃ置き場にドッキーボックスって書いてある箱がある。頑張って出して、諦めないで。早くこいつを引きずり出して、頑張れ頑張れ頑張れ。めっちゃ絞ってるけどね。頑張って出して、こいつ頑張れ、あと少しだ。耳頑張れ。というわけで、今週も届いたね。今週じゃね、今月も届いたね、ドギーボックス。早く見せて。今回は何かな？何かな？7月じゃない、8月だからさ、なんか浮き輪とかじゃないっすか。浮き輪？ちょっと夏っぽいもん、スイカかな。スイカ？夏といえばって感じですが。今回は、ででん！デイリー・スペース・ジャーニーだそうです。何ジャーニー？デイリーズスペースジャーニー。スペースジャーニー。ああ、ミミちゃん、今回はね、会員バッジを首に下げてロケットに乗り込んで宇宙旅行に出発。何が起こるんだろう、何があるんだろう、知らない世界はちょっと怖いけどドキドキワクワクだと思わなくなって宇宙飛行士ミミじゃん。そうだね、サイエンティストミミからカラーの。あ、かわいい、赤いんだ、うん、なんか、え、すごい、ロケットじゃん。本当だ。みーちゃんロケット。嬉しい嬉しい。ちょっと。みーちゃん、あんたいい、なんかサイズ感いいね今回。え、かっこいい。めっちゃひでめっちゃなんかそこあんた火傷するよ。そこ火傷するように。みーちゃんロケットだよ。飛んでいく。あんた耳で羽ばたいてくんじゃなかったの？この耳で。この耳で羽ばたいてくる。見して、あ、プープーなる。なるんだね。見て、耳、見して見して。先立て。こんな感じで。テカテカしてる。パクパクしてる。お母さん返して。オッケー。あ、やばい。この子むしるの好きだから、ね、繊維状の好きだもんね。ダメよ、誰かがし何今の誰かがし。じゃあここにね、ワンちゃんがいるの。ワンちゃん、ほら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 、誰かしね、お友達になりたいね。よかったね、あんた手を大の字に開いて。いや、ミミちゃんがここで楽しみ楽しみなさい。ミミちゃんがって言ったらシュッ。ミミちゃんがそこで楽しんでるの、しりめに。お父さんがなんか準備してるね。ミミちゃんなんだろうね。これそこそこそこだね。ディアジャーキー。鹿ポキポキジャーキー、北海道産のエゾ鹿肉を一度ミンチ肉にしてからスティック状にしたポキポキジャーキー、ワンちゃんの食べやすい大きさにポキポキとカットしてお楽しみください。それからツナジャーキー、ジャーキーばっかやな。焼津産のお刺身用マグロだけを使用した香り高い漆黒マグロジャーキーです。袋を開けると香るスモークとマグロ本来の豊かな書いてなかった、マグロ本来の味わいをお楽しみください。それから
こちらが、馬肉のふりかけ。福岡でこだわりのおやつを提供するボンルパの馬肉のふりかけ。ミミちゃん。馬肉だってミミちゃん。馬肉は高タンパク低カロリー、食欲の落ちやすいこの季節トッピングとしてお楽しみください。ミミちゃん馬肉だって馬肉。馬さんだよ馬さん。パカパカいっちゃうね。いななくはヒヒーン。なんか今回ねお菓子以外にももう一個あるよ。なんか何ハッカケアだって。ハッカのスプレーが。なあミミちゃん香水デビューしちゃう。そうよ女の子として。私大人の女性だからこのハッカケアでケアをしてほしいわ。体に優しいハッカオイルのボディスプレーをお届け。お出かけ前にさっと使える便利なアイテム。まあレディーじゃん。虫を寄せつけず独特のスーッとした清涼感が暑さ対策にも。へえ。皮膚紐のデイケアにも最適ですって。へえ。変な虫がつかないってミミ。変な虫デイブとか。なるほどね。なんか嫌がる場合は手に吹きかけてから、うん、なんかワシャワシャして食べてみて。それも嫌がりそうだけど。ちょっとやってみようか。今やってみる。どうする？直接つけてみる？いや、お父さん手につけたからよくない。何かしら。何？サンプッション。どうどう？スースーする？スースーする気がする。匂う？うん、ここまででも変わらないからマイルドなんだね。どれどれ、はい、お母さんに嗅がせて。あ、でも匂いするよ背中ちょっと。全然匂わないんだけど。ちょっと待って、お母さん結構お鼻効くのに。あ、ほんとだマイルド。ミミちゃんはどうこの匂い。全然気にならない。気にならない。いやー、デンデデンデンデンデデン。ここはデンデデンデン。カリの空を飛んでいくわ。あー、みーちゃん、そのロケットを渡せ。私のロケット。私ロケット団の仲間いい。ロケット団ラブリーチャーミーな敵やってる。武蔵小次郎、そっちでミミ。ちょっとニャースがニャースがリストラだった。リストラねえ、なんだかんだと言われたら答え投げるが世の情けですよね、ミミちゃん。さい。シャッチ。嬉しそう。また赤似合うね。赤のおもちゃ初めてじゃない？ね。そんなことないっけ？燃え下げるの赤。情熱の。赤いバラ。音が。そしてジェラシー。ミミの顔。ミミちゃん、あたしんちだね。あたしんちじゃねえか。割とミミんちだね。あら、ミミちゃん、楽しんでるの？さあ。こい、やかましいわ。これなんか、イオンにいそうな犬だね。ワオワオン。さよ。あっ、あねえ、耳の生まれてくるずっとずっと前にアポロ11号は月に行ったんだもんね。ほんとだ、ワオンだね。ダメだ、プロモーション動画でそんなこと言っちゃう。ちゃんと伏せないと。ごめんなさい。ワオン。それではまず北海道ディアジャーキーから。みみちゃんはこの表情。早くしてほしいわ。そのお皿知ってる。試食用でしょ。うわ、匂いが強い。パリパリ割るのがいいんだって。うん、ディアだって耳。Oh dear。Oh my dear。 俺があの宮島で宮島で外国人を笑わせた。漆黒マグロジャーキー犬用完食だってよ、うん、みーちゃん。黒マグロだよ、みーちゃん。黒マグロ。静岡県焼津市。今回はどれかな。やっぱり海鮮系だから。今回でもすごい、なんかこれ北海道じゃん、うん、ツナジャーキーは静岡で、ホースミーバニック
は福岡市南区めっちゃあそこらへんって感じの地名が載ってる。どこかふりかけか雑所の犬かしら。雑所の犬かしら雑所の犬かもね。マジで雑所の熊でしょ。あまり九州の土地に詳しくない人だったら何のことや雑所の犬みたいな聞き間違いが起こりだけで Deer、うん、Tuna Horse。 みーちゃん誰がいいかな。お母さん予想はね、いや海鮮系に耳は目がないからね。けど今回は今回はこのふりかけがねすごい匂いを発してるんじゃないか。全部匂い強いからな。なんだっていいから早くしてほしい。まあ私はツナが食べたいわ。でもツナ真ん中だからちょっと食べづらいね。端から順に攻めてくる。私お父さん予想はやっぱツナ。いや端からだからね。ディアが来るんじゃないか。ディア今回は。うんじゃんじゃん。えみちゃん先端どこ。先立て先立て。あうん、オッケー。うん、ラメラマのラメラマのとラマのラメラマのオトラマのもうちょっと上手にやってよ。オトラマのおエスペラテどれかなみーちゃん。エスペラテ目移りしてる。あババがババ鼻水よし。おおやっぱ予想が食べ方が一瞬だったね。ミミちゃんもうないよ。美味しかったわ。ミミちゃんどれが一番美味しかった。全部美味しかった。美味しい宇宙食だね。宇宙食ね全部持ってこう。うちは長旅だからね。足りないってなんかお母さんの服も宇宙みたいだわ。宇宙？宇宙に星がいっぱい。鼻がない。何見てるの？おかわり出ないから。何見てんだろう。どういうこと？え、マジ何マジ今のは？あ、この裏になんかある主張？そうじゃない？なんもないよでも。本当に裏にはね、あの最初これ100均で買ったからそのシールが貼ってある。おかわりおかわりおかわり。美味しかった美味しかった。おかわりおかわり。うん。お子さんで遊びたいだけでしょ。はい。なんだもう終わりなの。よかったねみーちゃん。うん。じゃあこれから1ヶ月かけてちょびちょび食べていこうね。うん。じゃあ牛乳水飲もうか。ね、喉乾くじゃん。乾いたまま。そうよ。晩酌の時間よ。牛乳水。牛乳水でお口を潤して。もう分かってるねみーちゃん。おみーちゃん。はいどうぞ。ちょっと休憩しようね。日向ぼっこしなさい。あんたそうよ、ちょうどお家に日が当たって、ね、なんかおもらしの跡みたいに見えたね。よだれになると思うんだけど。よかったねミミ。